はい、こんにちは。日本海格闘靴沢です。日本を今一度選択しよう様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。情報提供ありました。9月11日16時頃、日曜日で誰もいない経産省前に集う反原発業務の皆様、負のオーラ漂う前傾とメルトダウンの張本人菅直人、も来ておりました。こちらが前傾ですね。なんか小汚い絵面が小汚い、こいつも小汚い張本人、ついでにですね、国葬ウエメロも主張しておりました。欲張りだな。処理水放流反対みたいなのも言ってたみたいであります。こちらで国葬ウエメロやってますね。新社会党って何なんだ、社会党の残党でしょうか、の支援車輪と車両とですね、狂気を感じる改造車が出張っておりました。こちらが何を言いたいんだかわかんない、買うなんとかっつって、後ろ牽引のトレーラー引っ張ってて、牛の置物、黒毛の牛のあるんですけど、牽引免許持ってんのかな。これ幅とか長さによっては牽引免許必要なんですけど、持ってるんでしょうか。一体何を訴えたいか、よくわからない狂気に満ちた改造車。もみじマーク付き支援車両、原発いらないとか、書いちゃってまして、これも一味ですね。おじいちゃんもうやめてってなるんですけれども、11年経ってもまだやってんだ。しつこく諦めずに間違った主張を繰り返す。例えば9条は平和憲法である。平和憲法でもなんでもねえのにね、あんなじゃ平和は守れませんよって小池晃共産党もぶっちゃけたのに、あんなの日本人は黙って殺されるっていうとんでもねえ憲法ですからね。左翼の粘着質は万事あっさりした日本人気質とは異なりますね。家もですね、まあ長持ちしない。なんつったって地震とか災害とか多いもんで、昔は都も引っ越してた。藤原京とか、平城京とか、飽きちゃってっていう上ではないんでしょうけれども、まあ伝染病なんか高温多湿なんで、伝染病なんか恐れてのことなんでしょうけれども、水に流すとか、死んだらみんな仏様とかいう日本人の気質とは全く異なりますね。しつこい、しつこすぎる。大衆の理解を全く得られなくてもですね、俺たちが先進的すぎるから、大衆は愚かだから、俺たちのやってることが理解できないって決めつけて、ますます濃くなるそうであります。ますます世間から乖離していく、でそこしか居場所がなくなってしまうそうであります。中核派の本拠は杉並にある前進社ってとこなんですけど、毎年恒例のようにガサ入れ、入ってますね。もう背中も見えないぐらいですね、時代に取り残された自分らを先頭を歩くエリートであるって思ってる哀れな人らですね。前進者、前衛とか言って、本当の幹部はデモ隊でも何でも逮捕されない4列目、菅直人なんか4列目の男とか、あだ名つけられてたみたいですけれども、そういうずるい位置にいるのに、とっ捕まる先頭、は思い込んでる、自分はエリートだと思い込んでるバカが担当するのに、他人を愚かと見下す連中がですね、日曜日の誰もいない霞が関でやってるっつうね。生存確認集会なのかな。心理学者のデビッド・ダニングとジャスティン・クルーガーが実験から発見しましたダニング・クルーガー効果っていうのがありまして、一言で言うとですね、バカほど実像より自己評価が高かった、バカゆえに、何でも能力低い人は自分を客観視して自己評価することも間違ってんだなぁという、数千年前にすでに一言で、表現されてますよね。無知の知というものですけどね。NHK 国際報道2022という BS の番組、
8月31日放送分、帰国を拒む外国人たちの滞在が長期化し、国の負担が増えているっていう内容のことやったら、 NPO 法人の移住連ってとこが長期化の客観的な根拠が一切示されていないと抗議、いついつはこうでいついつはこうだったってあのデータ示したか、みたいな話ですかね。 NHK 視聴者に誤解を与え大変失礼しました、謝罪してしまったと、いうことなんですけれども、ネットの話、帰国拒否外国人のせいで国の負担増って全くの事実じゃん、帰国すると捕まる連中が帰国拒否してんのか、移住連ってなんでふざけんの、アメリカや EU みたいに即刻追い返すべき、イギリスなんかルワンダ送りだぞ、どの国籍の人もルワンダなのイギリスって、ちょっとあのこの辺よくわかりませんけど、不法滞在を助長する不届きな団体は即刻潰すべき、圧力団体に屈する NHK と、まあまああの真夜中に来て居座ったり、夜中の1時とかね、ボールペンで一般人の手を刺したり、契約しない腹いせで庭に排尿していったり、ドアに油性のマジックでバカクズと書いたり、出勤人があのどんな悪さしても下請けがやったことなんで再発防止に努めますっつって、謝らないのに、こういうのはすぐ謝るのな NHK な、移住連イコール在留資格がない外国人を支援する団体ってことなんですけど、この時点でもうダメなんでは、在留資格がない外国人で入管にあの収容されてるのは犯罪者なんだからさ、不法滞在状態さ、で現行で犯罪者なんだからそれを支援って根本からおかしいんじゃないか、出所した人の社会復帰を支援するとかならともかくね、まあまあ、派手な事件起こしたやつはですね、まあ、収容されている時もあの外に支援団体、できたりもしますけれども、ファンとかね集まって、犯罪者支援したら絶賛違法行為中で収監されている犯罪者を支援したら犯罪を助長することになるんじゃないですか、不法滞在で捕まってもここが助けてくれるよっつって安心しちゃって不法滞在するようになるんじゃないでしょうか、こういう団体はもうそもそもがダメだからやってることが潰すべきなんではないか、日本を弱体化させたい外国政府の工作機関なのかな、こいつらのことを監視してるかどうか今度公安に聞いてみます、一番悪いのはですね、帰国を拒否する不法滞在者を強制送還できない入管法なんですけどね、民主党政権が解約していまだに手つかずであります、無制限を3回までにしか難民申請できないようにするっていう改正案も、安倍総理のことなんかあって今国会も見送りしたしね、出したら出したでこれでまたやったっつって騒ぐんでしょうけど、ツイッターで見かけたんですけども、なんか喫茶店みたいなところで隣のテーブルの、高齢者たちがですね、額を突き合わせて国葬終わっちゃったらどうする、次何でさみたいな相談してたって話なんですけどね、こういう連中はあの幹部連なんでしょうか、こういうとこだけでは欧米を見習ってですね、問答無用で強制送還できるように法改正しにっちゃダメですよね、これ都心で石投げると不法滞在者に当たるぐらいまで増えないと自民党動いてくれないんでしょうか、絶望してしまいますけれども、中国大使館と国民の敵経団連が日中国交正常化 50年シンポジウムっていうのを開催したのって EEZ にミサイル撃ち込まれてるのに何やってんだって話なんですけどね、林鵬生ウミガメ外務大臣がそれに動画メッセージを送った、建設的かつ安定的な日中関係は先人から受け継いだ使命とか言っちゃって、EEZ にミサイル撃ち込まれてるのに何言ってんの、中国と安定的な関係なんか気づけと思うの、兆候っていうか中国はあの中華思想っていうものにかぶれてますから属国以外認めないですからね、あそこは。
ネットの判断です、無理っす。そんな使命なんかありません。世界中の敵になりそうな勢いなのに何言ってんの。尖閣に先兵出してんだぞ。なんかあの民兵乗り込んだ船がまた尖閣あたりで騒いでるみたい。中華思想の連中と安定的な関係なんかできるわけないだろ。中華思想ってあの世界の中の中心である花であるっていうことで、他の国はみんな属国になるべきだよっていうのが中華思想ですね。そういう考えを持った国と安定的な関係なんかそもそも築けないですよね。歯に取らずっぽりのくせに、下半身で考えるのやめえや。そんなこと言ってるから支持率下がっておまけに沖縄で負けんだよ。よりにもよってこんなやつを外務大臣にする岸田も悪い、いうような意見ありましたね。だんだんあのウミガメの人相が悪くなってきてますね。妙にむくんだりなんかしてね、これ本性で血が出てきたってことなんですかね。今までがあの隠しててね、主催の経団連の気に入るようなことを言ってんだろうけど、奴隷貿易を推進する、外国人労働者もっと増やせ、言ってる経団連は子孫のためにならない国民の敵ですからね。こんな行事あのやる方がおかしい。外務大臣ともあるものが、こんな行事に協力する方がおかしいですね。さすが半年間でですね、7回も中国に行った。毎月以上中国に行ってたウミガメ。一体何しに、行ったんだが、正直に言えってね、先生怒らないから。言ってみろって話ですね。村井宮城県知事、国葬参列を表明。安倍総理は宮城の復興に多大な尽力をいただいた。ネットの話、左翼また負ける。菅直人、まあ、震災の時のあの現役総理って菅直人ですかね。こいつは役に立たねえが、政権交代して、2年後政権交代して2013年から安倍政権始まって復興に多大な尽力いただいたってことでしょうか。左翼は風評加害に忙しかった。総理になってからも東北のもの食いまくってアピールしてくれた。小沢一郎は逃亡してたし、菅直人は現在も風評加害継続中だしと。経産省前で言ってんじゃねえな、あの処理水放流反対とかさ、なこと言ってんなと思いますけれどもね。玉城デニーが再選されちゃってがっかりしたが、村井知事まともみたいですね。今日コンビニであの新聞ってとこちらっと見たんですけど、玉城デニー再選を一面にしてたのが朝日毎日東京新聞。わかりやすいな。読売の一面はね、サイバー対策を、やるみたいな、そんな話でしたね。蓮舫辻元、呼ばれたけど行かない私かっけえが下品、遺族に失礼、わざわざ言うことがと大不評食らっておりました。小沢一郎、震災員の時に地元岩手をほっぽり出して雲隠れ、長年連れ添った奥さんにも心底呆れられ離婚。菅直人は小汚い連中とつるんで放射能をガーって日曜で誰もいない経産省前で弱々しく吠えて今でも復興妨害を継続中と。支援物資差配していた辻元なんとか大臣が北朝鮮にそれをね横流しして現地になかなか届かないっていう噂さえありました。書いたらその社は終わりって言い放って政治生命が終了した松本龍ってかな大臣もいましたよね。こいつはあの童話のドンの息子で、あれだってあの福岡で童話の力が東北でも通用するって勘違いしちゃって、こんなことはあの口滑らして反感を持った、一社があの報道したからバレちったんですけどね。やはり民主党はあの国民の敵だったな。民主党の時に震災だなんてついてませんでした、全く。エリザベス女王の葬列に罵声を浴びせた男22歳を逮捕、治安を乱した容疑だそうであります。棺を担ぐ王子に対して何か言ったらしいんですけどもね。エジンバラでネットの反応です。英国アホ左翼、どこにでもいるんだな。左翼イギリスを見習い、どこの国にも基地がおるよ。葬列に罵声浴びせるなんて人として最低。安倍総理国葬にも絶対いそうだから
対処してもらいたいっていう意見がありました、治安を乱した罪っていうのは治安敏乱罪っていうのがありました、警察の仕事を増やせば公務執行妨害であるとか営業妨害である、って取られるし、記事にはですね王子に罵声ってありましたけど、イギリスには不敬罪ってあるのかな、もう時代錯誤で、ないのかな、まあ日本では復活してもらいたいですけどね。安倍総理の国葬で絶対やるやついそうですけど、日本にもですね葬式を妨害したものは、あとあのミサとか、何あのお寺でやる拝む会とか妨害したやつは、それだけで罪になるというですね説教など妨害罪っていうのがありました。説教礼拝または葬式を妨害した場合に成立、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、妨害の方法は問わず、それによって平穏な式の進行に支障をきたせば成立、一時中断とかにならなくてもいいんだって、ということであの葬儀妨害は捕まるようです。まあ捕まった方が面白いんで、やりそうな左翼には内緒でお願いします。27日当日は共産党の主催で誰もいない国会前で騒ぐ予定、志位和夫も参加、全力ですね。人の葬儀妨害するとか人として最低ですけれども、もともと左翼は人として最低なんで全く驚きませんね。自分をエリートと思い込んでるダニング・クルーガーさんたちって呼ぼうかな。ちょっと長くて忘れちまうかな。まあまあ、この動画見れるような 11% のエリート高齢者さんたちとは全く違う世界に生きてますよね。そういえば、この人だと全然日本語通じないんですけど、こっちの言ってることもあっちに理解しないし、あっちが言ってることはことごとくおかしいし、そういえばですね、欧米の日本以外の作品だとですね、大体神が善で悪魔が悪ってことは揺るがないらしいんですけど、日本のアニメ、とか小説に限りですね、実は神がひどくって残酷で、人の命なんとも思ってなくて、悪魔の方が人間に寄り添ってくれたりなんていう作品結構ありますよね。つまりあいつらと話が全然通じないのは元々の土台が、つまり神は善であり、悪魔は悪であるみたいな前提からして違うんだな、根本の。全くあいつら疑ってねえから、全然話通じねえんだな、みたいなことは、うつらうつら、思って、おります。というわけで、メール党員さん、大募集であります。筑紫部長さんも、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。